ただ今回これ債権者は10万人ということでね、10万人で58億円ってなるとかなりの規模ですよね。で最後になんですけど、やっぱりこういったケースっていうのは破綻まで広告は出し続けるんですよね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今回ね僕一人なんですけど、ニュース系のネタで驚いた方も多いとは思うんですけど、銀座カラーというですね脱毛サロンですよね、超大手であることは間違いないと思うんですけど、ここが急に倒産と。回数券とかを買ってるわけですね。なんとかコースで申し込んでる方はほぼほぼ帰ってこないだろうという、そういう事件が起きて、銀座カラーさんはフランチャイズではないんですけども、脱毛っていうのはフランチャイズでやってるところも多いので、それに絡めて話をしてみたいと思うんですけど、この記事によるとですね、2022年3月時点で全国50数店舗とで、評判がどうだったのかっていうと、常に怪しいぞみたいなことは口コミとかに入ってたみたいですね。それはコロナでかなり経営的には傷んだんだと思いますんで、そういうことは当然あるのかなと。ただ今回これ債権者は10万人ということでね、10万人で58億円ってなるとかなりの規模ですよね。目覚ましテレビの取材に出たらしいですけど、ちょうど2年前に脱毛し放題っていうコースで38万円を支払ったなんて女性が出てましたけど、これは返ってこないですよね。ご本人も半ば諦めてると。実際に会社に金がないわけですから、どうすることもできないってことですよね。この脱毛っていうのはある意味回数券と相性がいいんですよね。どういうことかっていうと、回数券を買うことによってちゃんと来ますっていうことを言うんですよ、店の方はね。要は痛いらしいじゃないですか、素で行くと途中で来なくなっちまう。でこれはお客としても納得する理屈なんですよね。もうこれはお金払っちゃったんだから、これずっと行くっていう風になる。だから38万円を前払いするわけですよ。これ素で行ったら1回やって痛いな、2、3回やって無理だわってなっちゃって、結局ゴールが達成されないじゃないですか。だから先にお金を払った方がゴールが達成されますっていう、これはもう店側の理屈なんだけど、お客も納得しないではないわけですよ。だからこういうコースで売るっていうのはもう普通なんですよね。ただもう本当に脱毛サロンについてやっぱ倒産が多くて、 C3 っていう店の運営会社が9月に倒産して、これも63店舗あったって言うんですよね。今脱毛サロンっていうのは続々ちょっと倒産が続いてるという感じなんですよね。なんでじゃあ脱毛サロンってのは難しいかっていうと、これは一つ理由があると思いますよね。やっぱり装置業態ですから、機械を買えばある程度誰でもできるわけですよね。施術がいいとかそういうことじゃなくて、機械なんで誰でも始められちゃうっていうのが脱毛の店だと思うんですよ。だから誰でもできるってことは参入障壁が低いから、そうなった場合には広告合戦になるわけだよね。広告費をかなり使わないとお客が取れない、それでも取れなかったら低価格競争になるわけです。となると誰でもできて、広告にお金がかかってさらに値段を下げなきゃいけないってなると、潰れやすい業態っていう風になるのはもう当たり前の話かなという風に思いますね。で最後になんですけど、やっぱりこういったケースっていうのは破綻まで広告は出し続けるんですよね。潰れるまでテレビ CM とかをやっている。最終的には入会させるための広告費が1人当たりの単価を上回っていくというね、そういうことで潰れるわけですよ。でこれは近頃だったらテルミクラブっていうのがありましたよね。あれも結局最後まで旅行のお客さんを取って潰れましたよね。これはそういう風になるんだって、会社としては厳しいんだから、少しでも現金を欲しいから安くしても集めるみたいな、そういう風になって破綻するわけです。で最後 FC で言うとね、今のような例っていうのは一番パッと思い浮かぶのは、ちょうど10年前になりますけど、近未来通信っていうですね FC がありました。これも破綻直前までアントリにどでかい広告を出してましたね。オーナーをずっと集めてて急に潰れるという、これも同じ理屈、潰れる直前まで広告を出してお客を集め続けるっていうのは普通なんで、今回もまたそれが起こってしまったということで、こればかりはね注意をしろと言ってもなかなか難しいところはあります。とは言ってもそういうこともあるんだなと思って、気をつけて企業を選ぶということになりますかね。どうしたらいいんだろうなって僕も思いながらの結論で、すいませんけどこんな話です。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで。